伊集院来宮の乱は、欧永20年欧二24年にかけて、薩摩の島津市で起きた家督争いに橋を発する動乱。島津一族の久しと与と、島津重臣の伊集院来宮、広し9の間で、争いが繰り広げられ、最後は、両者が歩み寄る形で和解する。島津大州家の七大当主、元宮が病に倒れたため後継者を選ぶことになった。 研究の子は出家していたため家督を継ぐことはできなかった。研究には弟の久しと世がいたが、当時大隅、日向の国境を守備していた久しと世が無断で敵対する伊東氏から妻を迎えていたため、研究との中は険悪であった。このような状況の中で、島津家の重臣、伊集院来宮は、研究の妹を室にしており、この広し久しは、研究のおいにあたることから、 ヒロシを後継者とする要病床の言及に進める。言及が死去すると、ライキュはヒロシを後継者にするとの遺言があったと公表、言及の葬儀を行った。これを聞きつけた、久し豊は葬儀中に遺廃を奪うと、自らが葬儀を行い八大投手の座につく。しかし、久し豊の行動に行き通ったライキュは、反撃の気を伺っていた。 当主となった久し豊かだったが、反乱を起こした豪族、渋谷市討伐に向かった隙に、雷宮が拒兵、居城の清水城を奪われてしまう。急ぎ清水城を奪い、雷宮を追い詰めたが、吉田氏、鴨牛などの鳥なしで雷宮を許した。しかし翌年雷宮は再び拒兵。雷宮は島津宗家に恨みを持つ総集家の島津癖を味方につけたため、 久し豊は大敗を喫死した。反撃に出た久し豊は癖を攻めこれを殺害。癖の子、久し林がこもった河辺平山城を包囲するも、救援に来た雷宮によって逆に包囲されてしまう。両者は一旦吉田氏の仲介で和解することになったが、久し豊の家臣団が雷宮を吸収、今度は雷宮が除名を行う事態となる。和解の条件として、 伊集院雷宮は5歳に、久し豊の女を迎えることになった。伊集院氏の所領は安堵され、雷宮は家督を、広志久しに譲り自らは隠居する。また、伊集院氏と名役を結んでいた遺作氏も和解に応じたため、薩摩半島の戦いは、終結に向かった。こうして、伊集院雷宮の乱と呼ばれる動乱は終結した。ただし、 伊集院来宮への支援をきっかけに始まった、欧州家と総州家の争いは引き続き継続される、ことになる。所領を安堵された伊集院氏だったが、広市宮の代に、再び本家と対立することになる。所領をめぐる争いで、法徳元年に、広市久氏は、伊集院教、石ヶ谷村領主であった、島津一族の町田隆久を殺害する。これを聞いた旧代通多た田区には激怒。 伊集院氏の居城、伊集事情を吸収する。広志久氏は、非善に亡命した、と言われているが、詳細は不明。代々、島津宗家と婚姻を重ね、一時は宗家をしのぐまでの、牽制を誇った伊集院氏は没落することになった。新名和人、大江駅における始末王集家の両国拡大と、 政治構造、室町木島津両国の政治構造 ISBN 978から4から864031370。ありがとうございます。